4321ゴー。早い、とてつもなく。思った通り、なかなかやるな。もやもやとまとわりついてくる圧力、インプレッサーを転がしているどっかのクソ親父と嫌になるくらいそっくりだ。もうすぐ1本目が終わる。くそ、プレッシャーかけられまくりで何もできなかった。1本目は予定通りじっくり見せてもらった。来た。厳しいな。いっぱいいっぱいもいいところだ。先行の時は気がつかなかったけど、ラインが違う。俺の考えてたベストなラインと違うところがいくつもある。インにつくタイミングが早かったり遅かったり、普通のセオリーと違う。ここではそれが正解なのか。でないとこの速さは説明できない。あのラインでなんであんなに速いんだ。
あのラインでなんで速いんだ。今ので何本目になるんだ。86先行で始まってるから4、5、6本目。まさかここまで膠着するとは思ってなかったな。こうなるともうどんな決着のつき方なのか想像がつきませんね。ラインが通るたびに違う。わからない。これがこの人のタイムを出しに行く時の走りなのか。これでレコードタイムが出るんならラインの意味がわからない。次の7本目で展開がガラリと変わる。相手のペースに合わせてやることはない。お前のやり方で反撃してやれ。このコースの速攻と路側帯が使えることはお前も気がついているはずだ。いいか藤原、そういうやり方しかこちらに勝機はない。こっちは目いっぱいで走らされてるっていうのにまだ全力疾走じゃなかったなんて。タイヤがもうやばい。今度という今度は勝てる気がしない。完全に相手の手の内で踊らされている感じだ。俺、あれぐらいの親父の世代にトラウマがあるかも。何をとっても相手の方が一枚上手だ。何をしたらいいのか全くわからない。父ちゃんには冷やかされたが、ここまで長々と引っ張った意味は十分にあった。こうして後ろから86の動きを見ていればそれがはっきりわかる。今ならタイヤの差を利用してスマートに行ける。あまり余裕はないな。こっちのタイヤももうギリギリだ。だがあくまでもスマートに勝つ、それが大人の勝ち方だ。連続 S 字の8つ目から9つ目、微妙にリズムが変わるポイントがある。
さらにその一つ手前、そこだ。することはないさ。決して君が下手なわけじゃない。それどころか86という車の能力を考えれば奇跡的な健闘だ。突出した才能であることも疑う余地はない。こんな体験もこれからの成長の糧にしてくれればいいんだ。さて逃げるか。もうタイヤを温存する必要もなくなった。残りのグリップを使い切ってぶっちぎらせてもらうよ。開いていない。ありえないぜ。何をしている。鋭いカッティングで飛び込んでくるとは。神がかりのドライビングだぜ。路肩の境目の突起を使うコーナリングだとは薄々感づいてはいたが、ものすごいリスクと表裏一体の技術だ。一つでもタイミングを間違えれば一瞬にしてコントロールを失う。ギリギリまで車高を下げたこっちの車ではあれと同じことはできない。
下回りをすかすかな。旧車ならではのウルトラCだぜ。頭の中がまだ混乱している。全力で逃げて先行逃げ切りを目指していくか。地味なやり方だがもうそれしかない。疲労で集中力がなくなる前に一本だけ見せてやる。いわゆるレコードラインアタックというやつをな。何本目だっけ。7、8か。何が何でもついていくぞ。こっちが苦しい時は向こうだって苦しいんだ。何かが違う。もともと俺は行動では走行ラインなんて重視していない。タイヤの性能を使い切って気持ちよく走ることだけを考えているんだ。ワンハンドステアの練習過程でタイヤさえ使い切ればどんなラインでも大してタイムに差が出ないことに気がついていた。そういう考えで結果的に出来上がったラインが最もタイヤの効率がいいラインということになる。レコードラインとはそういうものだ。俺にとってラインは目的ではなく単なる結果に過ぎない。すごいものを俺は見てる。何が違う。ゴールが近い。このままじゃ負ける。ゴールはこの先だ。このまま離せれば。そう、集中力が、あと少しなんだ。なんとかしなきゃ。できることは何でもやってやる。やっちまった。縁石を乗り越える際のスピードコントロールミスか。
ションが効かない。ダメだ。負けた。